六。野田は大嫌いだ。こんな奴は、宅配石をつけて、海の底へ沈めちまう方が日本のためだ。赤シャツは、声が気に食わない。あれは持ち前の声を、わざと気取って、あんな優しいように見せてるんだろう。いくら気取ったって、あの面じゃだめだ。惚れるものがあったって、マドンナぐらいなものだ。しかし、教頭だけに、 野田より難しいことを言う。家へ帰って、あいつの申し状を考えてみると、一応最ものようでもある。はっきりとしたことは言わないから、見当がつきかねるが、何でも山原氏が良くない奴だから、用心しろと言うのらしい。それならそうと、はっきり断言するがいい。男らしくもない。そうして、そんな悪い教師なら、早く免職させたらよかろう。 教頭なんて文学士のくせに育児のないもんだ。飼い口を聞くのでさえ公然と名前が言えないくらいな男だから、弱虫に決まってる。弱虫は親切なものだから、あの赤シャツも女のような親切ものなんだろう。親切は親切、恋は恋だから、恋が気に入らないって親切を無にしちゃ筋が違う。それにしても世の中は不思議なものだ。虫の好かない奴が親切で、 気の合った友達が悪者だなんて、人を馬鹿にしている。大方、田舎だから、万事、東京の坂に行くんだろう。物騒なところだ。今に火事が凍って、石が豆腐になるかもしれない。しかし、あの山嵐が生徒を先導するなんて、いたずらをしそうもないがな。一番、人望のある教師だと言うから、やろうと思ったら、大抵のことはできるかもしれないが。第一、 そんな、まわりくどいことをしないでも、じかに俺をつらまいて、けんかをふきかけりゃ、手数が省けるわけだ。俺が、邪魔になるなら、実はこれこれだ。邪魔だから、辞職してくれといいや、よさそうなもんだ。ものは相談づくで、どうでもなる。向こうの異常が、もっともなら、明日にでも辞職してやる。ここばかり、込みができるわけでもあるまい。どこの果てへ行ったって、のたれ死にはしないつもりだ。 山嵐もよっぽど話せない奴だな。ここへ来たとき、第一番に氷水をおごったのは山嵐だ。そんな裏表のある奴から氷水でもおごってもらっちゃ俺の顔に関わる。俺はたった一杯しか飲まなかったから、一千五輪しか払わしちゃない。しかし、一千だろうが、五輪だろうが、詐欺師の恩になっては死ぬまで心持ちが良くない。明日学校へ行ったら、 一千五輪返しておこう。俺は清から三円返っている。その三円は五年経った今日までまだ返さない。返せないんじゃない、返さないんだ。清は今に返すだろうなどと、借り初めにも俺の懐中をあてにしてはいない。俺も今に返そうなどと、他人がましい義理立てはしないつもりだ。こっちがこんな心配をすればするほど、清の心を疑るようなもので、 清の美しい心にケチをつけると同じことになる。返さないのは清を踏みつけるのじゃない、清を俺の片割れと思うからだ。清と山嵐とは元より比べ物にならないが、たとえ氷水だろうが甘茶だろうが、他人から恵みを受けて黙っているのは、向こうを一角の人間と見立てて、その人間に対する行為の所作だ。 割前を出せば、それだけのことで済むところを、心の内でありがたいと恩に着るのは、銭金で買える返礼じゃない。無意無感でも、一人前の独立した人間だ。独立した人間が頭を下げるのは、百万両よりたっといお礼と思わなければならない。俺は、これでも山嵐に、一千五輪奮発させて、百万両よりたっとい返礼をした気でいる。 山嵐はありがたいと思って叱るべきだ。それに、裏へ回って卑劣な振る舞いをするとは、けしからん野郎だ。明日行って、一千五輪返してしまえば、借りも貸しもない。そうしておいて、喧嘩をしてやろう。俺はここまで考えたら、眠くなったから、ぐうぐう寝てしまった。明くる日は、思う司祭があるから、冷酷より早めに出向して山嵐を待ち受けた。ところが、なかなか出てこない。 裏なりが出てくる、漢学の先生が出てくる、野田が出てくる、しまいには赤シャツまで出てきたが、山嵐の机けの上は、白木が一本、縦に寝ているだけで、閑静なものだ。俺は、控え嬢へ入るや否や、返そうと思って、家を出る時から、湯銭のように、手のひらへ入れて、一千五輪、学校まで握ってきた。俺は、油ってだから、開けてみると、一千五輪が汗をかいている。 汗をかいてる銭を返しちゃ、山嵐が何とか言うだろうと思ったから、机の上へ置いて、ふ婦ふ吹いて、またに行った。ところへ、赤シャツが来て、昨日は湿気迷惑でしたろうと言ったから、迷惑じゃありません。おかげで腹が減りましたと答えた。すると赤シャツは山嵐の机の上へ肘をついて、あのバンダイ面を俺の鼻の側面へ持ってきたから、何をするかと思ったら、君、 昨日帰りがけに、船の中で話したことは、秘密にしてくれたまえ。まだ誰にも話しやしますまいね、と言った。女のような声を出すだけに、心配性な男と見える。話さないことは確かである。しかし、これから話そうという心持ちで、すでに、一千五輪、手のひらに用意しているくらいだから、ここで赤シャツから口止めをされちゃ、ちょっと困る。赤シャツも赤シャツだ。山嵐と、 名を刺さないにしろ、あれほど推察のできる謎をかけておきながら、今更その謎を解いちゃ迷惑だとは、教頭とも思えぬ無責任だ。元来なら、俺が山嵐と戦争を始めて、しのぎを削ってる真ん中へ出て、堂々と俺の肩を持つべきだ。それでこそ一向の教頭で赤シャツを着ている周囲も立つというもんだ。俺は教頭に向かって、まだ誰にも話さないが、 これから山嵐と談判するつもりだと言ったら、赤シャツは大いに狼狽して、君、そんな無法なことをしちゃ困る。僕は堀田君のことについて、別段君に何も明言した覚えはないんだから。君がもし、ここで乱暴を働いてくれると、僕は非常に迷惑する。君は学校に騒動を起こすつもりで来たんじゃなかろうと、妙に常識を外れた質問をするから。当たり前です。 月給をもらったり、騒動を起こしたりしちゃ、学校の方でも困るでしょう、と言った。すると赤シャツは、それじゃあ、昨日のことは、君の参考だけに止めて、後悔してくれるなと汗をかいて依頼に及ぶから、よろしい、僕も困るんだが、そんなにあなたが迷惑なら、よしましょうと受け合った。君大丈夫かいと赤シャツは念を押した。どこまで女らしいんだか、奥行きがわからない。文学なんて、 みんな、あんな連中なら、つまらんものだ。辻褄の合わない、論理に欠けた注文をして、天然としている。しかも、この俺を疑ってる。はばかりながら男だ。受け合ったことを、裏へ回って、保護にするようなさもしい了権は持ってるもんか。ところへ、両隣の机の所有主も出向したんで、赤シャツは、早々自分の席へ帰っていった。赤シャツは、歩き方から気取ってる。 部屋の中を往来するのでも、音を立てないように靴の底をそっと落とす。音を立てないで歩くのが自慢になるもんだとは、この時から初めて知った。泥棒の稽古じゃあるまいし、当たり前にするがいい。やがて、授業のラッパが鳴った。山嵐はとうとう出てこない。仕方がないから、一千五輪を机の上へ置いて、教場へ出かけた。授業の都合で、一時間目は少し遅れて、 控え所へ帰ったら、他の教師はみんな机を控えて話をしている。山嵐もいつの間にか来ている。欠勤だと思ったら遅刻したんだ。俺の顔を見るや否や、今日は君のおかえで遅刻したんだ。罰金を出したまえと言った。俺は机の上にあった一千五輪を出して、これをやるから取っておけ。先だって通り町で飲んだ氷水の台だと山嵐の前へ置くと、 何を言ってるんだと笑いかけたが、俺が存外真面目でいるので、つまらない冗談をするなと銭を俺の机の上に吐き返した。おや、山嵐のくせにどこまでもおごる気だな。冗談じゃない、本当だ。俺は君に氷水をおごられる陰縁がないから、出すんだ。取らない方があるか。そんなに一千五輪が気になるなら取ってもいいが、なぜ思い出したように今自分返すんだ。 今自分でもいつ自分でも返すんだ。怒られるのが嫌だから返すんだ。山嵐は冷然と俺の顔を見てふんと言った。赤シャツの依頼がなければ、ここで山嵐の卑劣を暴いて大喧嘩をしてやるんだが、口外しないと受け合ったんだから動きが取れない。人がこんなに真っ赤になっているのにふんという理屈があるものか。氷水の代は受け取るから下宿が出てくれ。 一千五人受け取ればそれでいい。下宿を出ようが出まいが俺の勝手だ。ところが勝手でない。昨日あそこの亭主が来て君に出てもらいたいと言うからその訳を聞いたら亭主の言うのはもっともだ。それでももう一応確かめるつもりで今朝あそこへ寄って詳しい話を聞いてきたんだ。俺には山嵐の言うことが何の意味だかわからない。亭主が君に何を話したんだか 俺が知ってるもんか。そう自分だけで決めたってしようがあるか。訳があるなら訳を話すのが順だ。天から亭主の言う方がもっともだなんて、失敬千番なことを言うな。うん、そんなら言ってやろう。君は乱暴で、あの下宿で持て余されているんだ。いくら下宿の女房だって、下女とは違うぜ。足を出して吹かせるなんて、威張りすぎるさ。 俺がいつ下宿の女房に足を吹かせた。吹かせたかどうだか知らないが、とにかく向こうじゃ君に困ってるんだ。下宿料の十円や十五円は、掛物を一服売りゃすぐ浮いてくるって言ってたぜ。聞いた風なことを抜かす野郎だ。そんならなぜ置いたなぜ置いたか僕は知らん。置くことは置いたんだが、嫌になったんだから出ろと言うんだろう。君出てやれ。当たり前だ。 いてくれと手を合わせたっているものか。一体そんな言いがかりを言うようなところへ、終戦する君からしてが、フラチだ。俺がフラチか、君がおとなしくないんだか、どっちかだろう。山嵐も俺に劣らぬ感触持ちだから。負け嫌いな大きな声を出す。控え場にいた連中は、何事が始まったかと思って、みんな俺と山嵐の方を見て、顎を長くしてぼんやりしている。 俺は別に恥ずかしいことをした覚えはないんだから、立ち上がりながら部屋中一通り見回してやった。みんなが驚いてる中に、野田だけは面白そうに笑っていた。俺の大きな目が、貴様も喧嘩をするつもりかという剣幕で、野田の看病面を射抜いたときに、野田は突然真面目な顔をして大いに慎んだ。少し怖かったと見える。そのうちラッパが鳴る。 山嵐も俺も喧嘩を中止して、教場へ出た。午後は、先夜俺に対して、無礼を働いた、寄宿生の処分法についての会議だ。会議というものは、生まれて初めてだから、とんと様子がわからないが、職員が寄って、たかって、自分勝手な説を立てて、それを校長が、いい加減にまとめるのだろう。まとめるというのは、 国別のけしかねる事柄について言うべき言葉だ。この場合のような、誰が見たって不都合としか思われない事件に会議をするのは暇つぶしだ。誰が何と解釈したって異説の出ようはずがない。こんな明白なのは即座に校長が処分してしまえばいいに。随分決断のないことだ。校長ってものが、これならば何のことはない、逃げ切らない愚図の異名だ。会議室は校長室の隣にある、 細長い部屋で、平常は食堂の代理を務める。黒い革で張った椅子が二十脚ばかり、長いテーブルの周囲に並んで、ちょっと神田の西洋料理屋ぐらいな格だ。そのテーブルの端に校長が座って、校長の隣に赤シャツが構える。あとは勝手次第に席に着くんだそうだが、体操の教師だけはいつも席末に謙遜するという話だ。俺は様子がわからないから、 博物の教師と漢学の教師の間へ入り込んだ。向こうを見ると山嵐と野田が並んでいる。野田の顔はどう考えても劣等だ。喧嘩はしても山嵐の方がはるかに趣がある。親父の葬式の時に小日向の養源寺の座敷にかかってた掛物はこの顔によく似ている。坊主に聞いてみたら伊田天という怪物だそうだ。今日は怒ってるから目をぐるぐる回しちゃ。 時々、俺の方を見る。そんなことで脅かされてたまるもんかと、俺も負けない気で、やっぱり目をぐりつかせて、山嵐を睨めてやった。俺の目は、格好は良くないが、大きいことにおいては、大抵な人には負けない。あなたは、目が大きいから、役者になると、きっと似合いますと、清がよく言ったくらいだ。もう大抵お揃いでしょうかと、校長が言うと、初期の川村というのが、 一つ二つと頭数を勘定してみる。一人足りない。一人不足ですが、と考えていたが、これは足りないはずだ。ドーナスの浦成君が来ていない。俺と浦成君とは、どういうすくせの因縁か知らないが、この人の顔を見て以来、どうしても忘れられない。控え所へ来れば、すぐ浦成君が目につく。途中を歩いていても、浦成先生の様子が心に浮かぶ。 温泉へ行くと、浦成くんが時々、青い顔をして、いつもの中に膨れている。挨拶をすると、兵と恐縮して、頭を下げるから気の毒になる。学校へ出て、浦成くんほどおとなしい人はいない。めったに笑ったこともないが、余計な口を聞いたこともない。俺は、君子という言葉を書物の上で知ってるが、これは、地引にあるばかりで、生きてるものではないと思ってたが、浦成くんに会ってから初めて、 やっぱり、正体のある文字だと感心したくらいだ。このくらい、関係の深い人のことだから、会議室へ入るや否や、裏なくんのいないのはすぐ気がついた。実を言うと、この男の次へでも座ろうかと、ひそかに目印にしてきたくらいだ。校長は、もうやがて見えるでしょうと、自分の前にある紫の副菜冊をほどいて、こんにゃく版のようなものを読んでいる。赤シャツは、琥珀のパイプを、 木の半吉で磨き始めた。この男はこれは道楽である。赤シャツ相当のところだろう。他の連中は隣同士でなんだかささやき合っている。手持ちぶさたなのは鉛筆の尻についている。ゴムの頭でテーブルの上へしきりに何か書いている。野田は時々山嵐に話しかけるが、山嵐は一向応じない。ただ、うんとかああというばかりで、 時々怖い目をして、俺の方を見る。俺も負けずに睨め返す。ところへ待ちかねた、裏な君が、気の毒そうに入ってきて、少々用事がありまして、遅刻いたしましたと、陰銀に狸に挨拶をした。では、会議を開きますと、狸はまず、初期の川村君に、こんにゃく版を配布させる。見ると、最初が処分の件、次が生徒取締りの件、その他二三箇条である。 たぬきは、例の通り、もったいぶって、教育の気量という見えで、こんな意味のことを述べた。学校の職員や生徒に過失のあるのは、みんな自分の家督の致すところで、何か事件があるたびに、自分はよくこれで校長が務まると、ひそかに残機の念に大変が、不幸にして、今回もまた、かかる騒動を引き起こしたのは、深く職員に向かって謝罪しなければならん。しかし、 ひとたび怒った以上は仕方がない。どうにか処分をせんければならん。事実はすでに諸君のご承知のとおりであるからして、前後策について、服臓のないことを参考のためにお述べください。俺は校長の言葉を聞いて、なるほど、校長だの、狸だのというものは、偉いことを言うもんだと感心した。こう校長が何もかも責任を受けて、自分の咎だとか不徳だとか言うくらいなら、 生徒を処分するのはやめにして、自分から先へ免職になったら良さそうなもんだ。そうすれば、こんな面倒な会議なんぞを開く必要もなくなるわけだ。第一、常識から言ってもわかってる。俺がおとなしく宿直をする。生徒が乱暴をする。悪いのは校長でもなければ俺でもない。生徒だけに決まってる。もし山嵐が先導したとすれば、生徒と山嵐を退じれば、それでたくさんだ。 人の尻を自分で背負い込んで、俺の尻だ、俺の尻だと吹き散らす奴が、どこの国にあるもんか、狸でなくちゃできる芸当じゃない。彼はこんな浄利にかなわない議論を吐いて、得意げに一同を見回した。ところが誰も口を開くものがない。博物の教師は、第一教場の屋根にカラスが止まっているのを眺めている。漢学の先生は、こんにゃく板を畳たたんだり、伸ばしたりしている。 山嵐は、まだ俺の顔を睨めている。会議というものが、こんな馬鹿にたものなら、欠席して昼寝でもしている方がましだ。俺は、じれったくなったから、一番大いに弁じてやろうと思って、半分汁をあげかけたら、赤シャツが何か言い出したからやめにした。見るとパイプをしまって、島のある絹ハンケチで顔を拭きながら、何か言っている。あのハンケチは、きっとマドンナから巻き上げたに添えない。 男は白い汗を使うもんだ。私も気粛性の乱暴を聞いて、甚だ教頭として不気き届きであり、かつ平常の特化が少年に及ばなかったのを深く恥ずるのであります。で、こういうことは何か簡潔があると起こるもので、事件そのものを見ると、なんだか生徒だけが悪いようであるが、その真相を極めると、責任はかえって学校にあるかもしれない。だから、 表面上に現れたところだけで厳重な制裁を加えるのは、かえって未来のために良くないかとも思われます。かつ少年決起のものであるから、活気あふれて善悪の考えはなく、半ば無意識にこんないたずらをやることはないとも限らん。で、もとより処分法は校長のお考えにあることだから、私の妖怪する限りではないが、どうかその辺をご神尺になって、 なるべく寛大なお取り計らいを願いたいと思います。なるほど。タヌキがタヌキなら、赤シャツも赤シャツだ。生徒が暴れるのは、生徒が悪いんじゃない、教師が悪いんだと公言している。吉街が人の頭を殴りつけるのは、殴られた人が悪いから、吉街が殴るんだそうだ。ありがたい幸せだ。活気に満ちて困るなら、運動場へ出て、相撲でも取るがいい。半ば、無意識に、 床の中へバッを入れられてたまるものか。この様子じゃ寝首をかかれても半ば無意識だって放免するつもりだろう。俺はこう考えて何か言おうかなと考えてみたが、言うなら人を驚かすようにとうとうと述べ立てなくちゃつまらない。俺の癖として腹が立った時に口を聞くと二言か三言で必ず行き詰まってしまう。タヌキでも赤シャツでも人物から言うと 俺よりも寡頭だが、弁舌はなかなか達者だから、まずいことを喋って、揚げ足を取られちゃ面白くない。ちょっと副案を作ってみようと、胸の中で文章を作ってる。すると、前にいた野田が、突然、亀裂したには驚いた。野田のくせに、意見を述べるなんて生意気だ。野田は例のヘラヘラ調で、実に今回のバッタ事件、および特管事件は、我々心ある職員をして、 ひそかに、わんこ将来の前途に器具の念を抱かしむるに足る陳事でありまして、我々職員たる者は、この際ふるって、自ら顧みて、善行の風紀を伸縮しなければなりません。それで、ただいま校長及び教頭のお述べになったお説は、実に後継に当たった、外説なお考えで、私は徹頭徹尾賛成いたします。どうかなるべく寛大のご処分を、 仰ぎたいと思います」と言った。野田の言うことは言語はあるが意味がない。漢語を野別に陳列するぎりで訳がわからない。わかったのは徹頭徹尾賛成いたしますという言葉だけだ。俺は野田の言う意味はわからないけれども、なんだか非常に腹が立ったから、腹案もできないうちに立ち上がってしまった。私は徹頭徹尾反対です、と言ったが、後が急に出てこない。 そんな、とんちんかんな、処分は大嫌いです。とつけたら、職員が一度笑い出した。一体生徒が全然悪いです。どうしても、謝らませなくちゃ、癖になります。対抗させても構いません。なんだ失気な、新しく来た教師だと思って、と言って着席した。すると、右隣にいる博物が、生徒が悪いことも悪いが、あまり厳重な罰などをするとかえって反動を起こしていけないでしょう。 やっぱり教頭のおっしゃるとおり、勘な方に賛成します。と弱いことを言った。左隣の歓学は、音便説に賛成と言った。歴史も教頭と同説だと言った。いまいましい。大抵のものは赤シャツ等だ。こんな連中が寄り合って学校を立てていりゃ世話はない。俺は生徒を謝らせるか、辞職するか、二つのうち一つに決めてるんだから。もし赤シャツが勝ちを制したら、 さっそく、家へ帰って、荷造りをする覚悟でいた。どうせ、こんな手合いを弁公で屈服させる手際はなし。させたところで、いつまでご交際を願うのは、こっちでごめんだ。学校にいないとすれば、どうなったって構うもんか。また、何か言うと笑うに違いない。誰が言うもんかと、済ましていた。すると、今まで黙って聞いていた山嵐が、奮然として立ち上がった。野郎、また。 赤シャツ賛成の意を表するな。どうせ貴様とは喧嘩だ。勝手にしろと見ていると、山嵐氏はガラス窓を震わせるような声で、私は教頭及びその他諸君のお説には全然不同意であります。というものは、この事件はどの点から見ても、五十名の寄宿生が信頼の教師、坊主を警部して、これを翻弄しようとした位とより他には認められんのであります。 教頭はその原因を教師の人物遺憾にお求めになるようでありますが、失礼ながらそれは失言かと思います。帽子が宿直に当たられたのは着後早々のことで、まだ生徒に接せられてから20日に満たぬ頃であります。この短い20日間において、生徒は君の学問人物を評価し得る余地がないのであります。警部さるべき死闘な理由があって、警部を受けたのなら、 生徒の行為に侵略を加える理由もありましょうが、何らの原因もないのに、信頼の先生を愚弄するような軽薄な生徒を感化しては、学校の威信に関わることと思います。教育の精神は、単に学問を授けるばかりではない、高尚な、正直な、物質的な元気をこすりすると同時に、野ひな、軽装な、傲慢な悪風を相当するにあると思います。もし反動が恐ろしいの、 騒動が大きくななるのと、ことを言った日には、この兵風はいつ強制できるか知れません。かかる兵風を途絶するためにこそ、我々はこの学校に職を報じているので、これを見逃すくらいなら、はじめから教師にならん方がいいと思います。私は以上の理由で、寄宿生児童を厳罰に処する上に、当該教師の面前において、公に謝罪の意を表請しむるのを、 死闘の処置と心得ます。と言いながら、どんと腰を下ろした。一同は黙って何にも言わない。赤シャツはまたパイプを吹き始めた。俺はなんだか非常に嬉しかった。俺礼の言おうと思うところを、俺の代わりに山嵐がすっかり言ってくれたようなものだ。俺はこういう単純な人間だから、今までの喧嘩はまるで忘れて、大いにありがたいという顔を持って、腰を下ろした山嵐の方を見たら、山嵐は一向知らん顔をしている。 しばらくして、山原氏はまた起立した。ただいまちょっと失念して言い落としましたから申します。当夜の宿職員は宿職中外出して温泉に行かれたようであるが、あれはもってのほかのことと考えます。いやしくも、自分が一行の留守番を引き受けながら、とがめるもののないのを幸いに、場所もあろうに、温泉などへ入湯に行くなどというのは、大きな失態である。生徒は生徒として、 この点については校長から、特に責任者にご注意あらんことを希望します。妙な奴だ。褒めたと思ったら、後からすぐ人の失策を暴いている。俺は何の気もなく、前の宿直が出歩いたことを知って、そんな習慣だと思って、つい温泉まで行ってしまったんだが、なるほど、そう言われてみると、これは俺が悪かった。攻撃されても仕方がない。そこで俺はまた立って、 私はまさに宿直中に温泉に行きました。これは全く悪い。謝ります。と言って着席したら、一同がまた笑い出した。俺が何か言いさえすれば笑う。つまらん奴らだ。貴様らこれほど自分の悪いことを公に悪かったと断言できるか、できないから笑うんだろう。それから校長は、もう大抵ご意見もないようでありますから、よく考えた上で処分しましょうと言った。ついでだからその結果を言うと、 寄宿生は一週間の禁則になった上に、俺の前へ出て謝罪をした。謝罪をしなければ、その時、辞職して帰るところだったが、生じ、俺の言う通りになったので、とうとう大変なことになってしまった。それは後から話すが、校長はこの時、会議の引き続きだと号して、こんなことを言った。生徒の風義は、教師の感化で正していかなくてはならん。その一着手として、教師はなるべく、 飲食店などに出入しないことにしたい。もっとも送別会などの説は特別であるが、単独にあまり上等でない場所へ行くのはよしたい。例えば、蕎麦枝だの、団子枝だの、と言いかけたら、また一同が笑った。野田が山嵐を見て、天ぷらと言って、目配せをしたが、山嵐は取り合わなかった。いいきびだ。俺は、脳が悪いから、タヌの言うことなんかよくわからないが、 蕎麦屋や団子屋へ行って、中学の教師が勤まらなくっちゃ、俺見たいような食いしん坊には到底できっこないと思った。それならそれでいいから、初手から蕎麦と団子の嫌いなものと注文して雇うがいい。だんまりで事例を下げておいて、蕎麦を食うな、団子を食うなと、罪なお触れを出すのは、俺のような他に道楽のない者にとっては大変な電気だ。すると赤シャツがまた口を出した。 元来、中学の教師などは、社会の上流にいするものだからして、単に物質的の快楽ばかり求めるべきものでない。その方にふけると、つい品性に悪い影響を及ぼすようになる。しかし人間だから、何か娯楽はないと、田舎へ来て狭い土地では、到底暮らせるものではない。それで釣りに行くとか、文学書を読むとか、または身体詞や俳句を作るとか、 何でも高尚な精神的娯楽を求めなくてはいけない。黙って聞いてると勝手な熱を吹く。沖へ行って小屋子を釣ったり、ゴルキーがロシアの文学者だったり、馴染みの芸者が松の木の下に立ったり、古い系カーズが飛び込んだりするのは精神的娯楽なら、天ぷらを食って団子を飲み込むのも精神的娯楽だ。そんなくださらない娯楽を授けるより、赤シャツの洗濯でもするがいい。 あんまり腹が立ったから、マドンナに会うのも精神的娯楽ですか、と聞いてやった。すると今度は誰も笑わない。妙な顔をして、互いに目と目を見合わせている。赤シャツ自身は苦しそうに下を向いた。それ見ろ、聞いたろう。ただ気の毒だったのは占なりくんで、俺がこう言ったら青い顔をますます青くした。章終わり。この録音はパブリックドメインです。